はい、どうも、タクチャンネルでーす。おっぱいストーンこと、シャドーバースを、やるよー。はい、もう、何、2万バトルポイントだと？相当な暇人が来たぜ。ごめんな、ちょっと名前出ちゃってるのに、ディスって。ごめんなさい。あんまり変なこと言わないようにしよう。でも変なこと言わないとさ、実況主としてとがっていかないとダメだと思うんだよ。自分はね、東京の蒲田でね、トレーディングカードのお店やってますよ。ボードゲームとかも売ってたりする。そんなお店をやってたりする。まあ、なんだろう。30代、妻子なし。まあ、そんな感じです。まあ、なんだろう。まあなんだろうね、世間的に、一般世間的に言うと、まあゴミって言われてます。怖いよ、怖いよ。おい、早いな、早いやつだな、これ。早いヴァンパイアだな、これな。余裕だから、こんなの余裕だから。今これはまあね、守護を出すよりもこのね、打撃持ちを出す直その方がフィールドアウト取れるから。そう、このプレイング合ってる？合ってる？俺、ねえ。間違ってたら間違ってるってコメントね、入れてくださいね。うわ、うわ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 。なにこれ。おい、船嵐引かねえぜ、バーカ。どうしたらいいんだよ、これ。あー、ファンファンファン。ファンファン。ファンファン？まあ、まあまあまあ、こう、アド取る感じにするよね、普通ね。相打ちは取りに行かないよね。このカード強くね？漆黒の契約。6ダメージとか、これでうまいことライフ10以下になったらね、結構お祭り騒ぎできるんでしょ、こいつ。そう、ヴァンパイア、セカンドデッキでね、次はヴァンパイア考えてんだから。まあカードが足らない足らない。うわ、早いよ。スレッカーさん、早いよ。今のネタわかる人は、まあ、30代、40代ですね。はい。まあ、ほんとクソゲーだな、これ。何これ。何この状況。ふざけんなよ。守護持ち出して温存してからの、ああいう打ち取りに行く感じなんじゃないこれ。ねえ。守護持ちで、ちょっと待って、守護持ちで24になるね。ここで、こいつを処理する。そして守備、守護持ち3が立った。3が立ちの、こいつがやられても、なんか湧くやつだから、これ。ってやって、どうこれ、合ってんのこれ。まだまだお子様。で、これはやられたらドローできるおっぱいね。はい。さあ、どうだ。まあね、俺が気になってるのはこのね、DMM ゲームズじゃん、これ。あれ何？ DMM ゲームプレイヤーじゃん。PC 版って。でさ、よく見ると、右上の方に R18 ってボタンがあるんだよ。おい！なんだよ、今の。おい！そう、まあ話戻るけど、R18 ってボタンがあるのよ。そう。で、そこをね、ちょこんとクリックするとね、カスタムメイド 3D っていうね、なんか無料のね、なんかやっべえソフトが出てくるわけ。その動線ってめっちゃあるだろうって思ってんだよね。シャドバから、カスタムメイド 3D やってるやついるだろう。ねえ。すごいよな。で、あれ噂によると、チンコン対応してるらしいから。チンコン。まあ、チンコンっていうのはね、まあ具体的には言えませんけど、USB 接続で、なんか、長くて太いものが入るようになってるコントローラーがあるんだよね。うん。まあ、これ以上は言わないどくけど、小手調べだ。
新婚対応してるらしいよ。ごめん、間違ってるかもしれない。間違った情報かもしれないけど、噂によるとね。なんだよこれ。何こいつ。なるほど、必殺と、こいつは必殺とドレインを持つカス野郎なんだよ。つまりこいつを倒すには何がいいかな。必殺と、ああどうしよう、どうしよう、これだー。これ合ってる？必殺だから、まあこれやっちゃうけど、どうしよう、これ54は立てたままにするっていうのもあるだよな。あー来て、これね、こいつらで処理するっていう、ちょっともったいない雰囲気のことをやるね。これもったいないな、確実に。これ完全にプレミじゃん。はい、これ完全にプレミだよね。はい、しかも2個差余らしてるし、今完全にプレミっぽかったよね。でもこの54残すってどうなんだろう。なんかこのデッキ何中速なのかな。なんかそんな速すぎる感じないね。あれが出てこないね。4コスのさ、スピードアタッカーになるやつ出てこないね。もう別にそんなもんね。そんなクソザコはいいんですよ。怖え。怖えな。でもこれ3使っても立てる、もう、4以下のモンスター引けてないから、これやるのが無駄な気がするんだよ。あの、いちいちほっといていいのかな。一体落とした方がいいのかな。でも相手も一回進化残してる。ここは、ちょっと。まあ、守護3枚割るには、あの、あれしかないよね。あの、全体3ダメージの。全体3ダメージ使ったら、あの、コウモリちゃんもやられちゃうから、あんまり相手としては上手くないわけよ。どう見る？これ。どう見る？もっとクソみたいなデッキ来ないかな。もう、クソデッキが来たらそれをさ、罵倒しながらプレイできるのにさ。は？何してんのこいつ。何してんだよ。よし、じゃあ俺の切り札。デュエリスト、モルディカイル。デベーン、ドゥッドゥドゥー。これね、やられると、復活するっていう、そういう能力。やられると、ジュエリスト・モルディカイを出すっていう。これね、俺の切り札。なぜかこいつはおっぱいマンじゃないんだよね。これどっちに行きたいんだろうね。ダークに行きたいのか、おっぱいに行きたいのか。これ R18 番出んのかな？シャドーバース。乳首もろ出し版。これ、出るチャンスあるよね。チャンスっていうのかわかんないけど。はいはいはい。はい。はい、行っちゃってください。バックヤードです。はい、お前も死んじゃってください。そして、この、モルディーカイとウルズのクソコンボ。これウルズはね、場のフォロワーを破壊して、またそれを同じ同盟を出すっていうのか。さらには破壊した時に効果が乗るから、こういうね、ビチグソな状況が起きる。どう？ただこれスピアタでパーンってやられたら終わるんだけどね。相手進化一回残してるからね。そういうデッキじゃないのかよ、相手。俺、かなりナメプしてるよ、これ。7点ぐらい一気に削れちゃうはずなんだよ。たられば。こっち、7しかないけど。ちなみに、ここでウルーズを落とされても、進化があるんで、で、手札の優待化と合わせれば、現状でも14点削れる。さらにケルベロス引けば、まあ16点ぐらい一気に削れちゃうんですよね、これ。さあどうだ。あれ入ってないのかね、あの、4コスのスピアタ。あれ出されて進化してどうのこうのってくるとマジやばいんだけどね。入ってないんだね。これこういうとこに煽ってくから。こういう時ね。すごいすごい。
こういう時に煽って相手のハンデの時を眠らせる。すごいすごい。おい、あ、通信切断したかな。これ通信切断した系じゃない相手。あ、なんだよ、持ってんじゃんよ。これ進化したら6点いけんじゃん。あれ？ここでライフ取りに来ないの？これ勝ったんですけど。そんなんしたら。今13点でしょ？あ、1点足んねえ、1点足んねえよ。1点足んねえから、こういう時に引きにかけるわけ、俺は。あ、足りてるか。進化して15点、あ、足りてるわ。はい、進化して。ごめん、足りてました。12点の15点でしょ？さらに優待化で。はい、これで足りてました。そこだ。断りを知りなさい。貴様の力を見た。はあ、はあ、はあ、どうだ。ルナパン。ルナパンの勝利だ。なんだ、ルナパンって。はい。はい、楽しかったですね。終わりです。